はい、皆さん、こんばんにちは、アポロンです。今回も007プレイしていきたいと思います。ではスタートしていきます。次は化学工場ですね。化学工場、今回もノーマルでプレイしていきたいと思いますが、ちょっと任務の確認を。やっぱりハードモードは相当ね、難しい感じになってるんで、イージーも結構多いですね、今回は。ノーマルでプレイしていくんですけど、ノーマルもハードと変わらない内容なのかもしれません。まあ敵の強さが違うんで、全然難易度的にやっぱ違ってきてるとは思うんですけど、ノーマルでプレイしていきたいと思います。で、スタートします。悪そうな、相当悪そうな工場ですね、これ。これがまず、ダクトの中からスタートですね。このダクトを、今ちょっとすごい体勢になってると思うんですけど、この、あ、見えた。この、帽子が取れて、どうしようか。あ、落ちて、落ちて、これが、トイレなんですね、このトイレ。で、開けて、さっきのトイレしない人もいないですけど、から銃を。もう一人います。相当大変。トイレで休んでました。ちょっと、食らいすぎたかもしれない。おぉ、どんだけトイレに、どんだけみんな。トイレで。眠い状態です。聞きすぎでしょ。頭悪すぎでしょ。どんだけお腹すごいですね。突撃作戦で弾切れを狙うっていう。完全に頭悪すぎですけどね。ちょっとトイレ。防弾チョッキがあったら楽なんですけどね。ないですね。もう敵いない。相当来たんで、ね、もう敵がいない可能性ありますけどね。あんだけ来ているのにもかかわらず、もうあんなゆっくり歩いてるっていうのは、頭がもう、全然考えられない。待ち伏せしてたとかだったらわかるんですけど、これとか、ひどいでしょ。なんかもう、キーカードです。キーカード。これを使って。今回の任務はかなり多かったですけど、研究エリアに侵入。科学者に変装した我々の仲間と接触。あと006と合流。科学タンクを完全に破壊せよ。これがさっきの爆弾使ってたと思うんですけど、科学者の被害を最小限に。科学者がいるんですよね、多分。それを撃たないようにしないと任務失敗になってしまうっていうことだと思います。これ科学者いそうですね。いない。なんか、学校の理科室より環境悪そうですけどね、ここ。学校よりもかかわらず。これがカードキー関係ない。ここでカードキーを使ったのかちょっとわからないですけど、ドアのロック解除。こっちなんですよね。敵がいないですね。開きます。これ科学者ですね。科学者。逃げていきますね。これを撃つと、あ、科学者撃たれました。あ、逃げて。科学者撃ってしまうと、任務失敗。そうだ。任務失敗になる。だと思います。
科学者いますね。科学者いますね。あ、一目散に。まだいい。帽子かぶってるのが何ですか。帽子は、この、なんて。機械。科学者は、似てますね。何も言わずに、黙々と。あ、本当に違いい。撃つと思いやすくて、テレビでね、まあ、伊勢通りなんで、動かしちゃうんですよ。ここは、行くと、ここら辺は、本当に強いですね。なんていうか、一度、突撃するのに、突撃するんですよ。待ち伏せとか。これ開けてくれっすね。あんまり一人だったらまだ大丈夫だと思うんですけど、あんまり何人も殺すと一瞬失敗になると思うので気をつけないと。これ隠しますね。隠し逃がしていかないと。隠しですね。あ、手挙げてます。一目散に逃げるやつとか手を挙げるやつとかちょっとよくわからないですけど、結構がそれでこう逃げていきますね。大丈夫、逃げていきます。手を挙げてる方が早く逃げている気がします、します、ね、あ、これカードで、これで敵がまだまだどこかに、こっちはすごい、まだ任務一つも達成してないと思います、ね、あ、防弾チョッキがありますね。これでもう楽に、このセキュリティ解除で、こっちが正解なんですかね。なんでずっとここで突っ立ってたのかわからないです。まだ任務達成できない。やられるでしょ今のは。おお、同じ顔同じ顔じゃないですか、さっきのやつと。あ、任務で、ここに入って、あ、ここが任務完了。科学者に変装した我々の仲間と接触、06と科学者に変装した我々の仲間。用意しないとミッション失敗になりますか。来ますね今回。これ気づいてない。なんかなんだ、手榴弾みたいな。気づいてないのかと思ったらなんか投げてきました。相変わらずこの距離だと全然当たらないです。仲間がどこかに、ああ、いましたね。どうか博士、早く逃げてください。あ、
せ博士と全く同じ動きの科学者ですよ。全部逃がしていきましょう。手をきれいに洗いましょう的な貼ってありますね。で次がゼロ6との合流、こっちです。で化学タンクを完全に破壊せよ。化学者の被害を最小限、これはもう普通にクリアして化学者の被害が少なければ完了になると思うんで、あとはまあゼロ6との合流と爆破ですね。あの鎖、あれこれが、あ、なんか機械を使う、あ、違いますね。暗号解読機、これを押して解読機、どっかで、あの扉の前で使うと思うんですけど、これで装備してると思うんですけど、あ、なんかカタカタしてます。ちょっと謎の解読で、これで仲間が下にありますね。これです、何も反応、これ仲間だと思うんですけど、ああ遅かったな、レベルやん、このタンクを全て壊すんで、これがこの装置を、爆破装置、これを貼り付けてタンクに半分なんか語ってきてますね。もう相当緊迫した感じですけど、なんか突っ立って歩いて相当余裕な感じですけど、あと半分は運命さ、よしよし、これでまだ撃たないといけないですね。これを応戦して、はい、こちらに、なんか分からないですね。なんとかもう一人のゼロゾシックスはどうなったかわからないですけどあ、任務完了です、全て完了ですね。はい、最初にちょっと相棒がどうなったかよくわからないですけど、これで次のページ時間これ11分ですね。やっぱ倒した総数は52ですから、前回の倍ぐらいだと思いますけど、相変わらずこれヘッドショットは少ない。で、あと、あ、また次のステージなんで、今回はこれぐらいで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。